はい、それではここからはその中国十三法の例題としまして、その中国十定理の解法ですね。多分皆さん、そうですね、2年生の代数入門の授業を受けた人は解いたことがあるかと思うんですけれども、多分その時とは若干解き方が異なるかなと思いますので、ちょっと一緒に見ていきましょう。これはテキストにあります問題3.59なんですが、一部解題したものです。と問題は A をですね、これ今整数感で考えているので、A を、5で割った剰余が2で、6で割った剰余が3で、7で割った剰余が5というのを満たす整数 A を求めるというものですけれども、ただこれを満たす整数 A を求めるとなりますと、その先ほども申し上げましたように、ここではですね、5×6×7 を法とする解の不定性がありますので、この条件を満たす整数 A で非負荷最小のものを求めるということにします。で、これを解くにはですね、先ほどの紹介しました定理4.62において、この n1 イコール5、n2 イコール6、n3 イコール7として、あと a の1イコール2、a の2が3、a の3が5という設定で、この e1、e2、e3 を求めてですね、で、その e1、e2、e3 から求められる a の中で、これが n1、n2、n3 の積だから210未満か、210未満になるような非負の整数 A を求めましょうということになります。で、次にやることは、その先ほどですね、定理で構成しました、この e1 と e2 と e3 ですね、これを順番に求めていくことになります。まず E1 から計算していきますけれども、 N1 スターというのを N÷N1 ですね、 N が215で N1 が5ですから N1 スターは42となります。そうしますと、ここではまず N1 イコール5を法とする N1 スターイコール42の逆元をですね、42と5から計算する拡張ユークリッド5乗法によって求めるということになります。ここはですね、その拡張ユークリッド5乗法で、一生懸命、剰余を計算していきますと、最終的に、マイナス 2×42 が5法として1に合同ですよということで、この場合は、マイナス2ですかね、マイナス2が、5法とする42の乗法の逆元ということになるんですけれども、一応ここで、逆にも正の値を取ることにしまして、正の値というのは、これ5を法としてマイナス2に合同の数であれば何でもいいですので、その中から3を取りましたということで、 E1 としては 3×42 で126としておきます。で、次に E2 の計算なんですけれども、E2 スターは N を N2 で割ると35になりますので、N2 が6ですから、今、6を法とする35の逆元を拡張ユークリッド5乗法で求めていきます。で、これも一生懸命計算していきますと、マイナス 1×35 というのが、6を法として1に合同ですと、なんとなく見れば分かると思うんですけれども、で、これですね、35の6を法とする逆元、乗法の逆元がマイナス1なんですが、一応、非負の整数に直すと、これ5になりますので、E2 としては 5×35 で175としておきます。最後、E3 なんですけれども、E3 は N3 スターですね、N3 スターは210÷7でこれ30になりますので、N3 イコール7を法とする30の逆元を、これ30と7から拡張ユークリッド5乗法によって求めていきます。で、これも一生懸命頑張って計算しますと、マイナス 3×30 が7を法として1と合同ですということになりますので、
まあ、このマイナス3というのがまあ情報の逆減なんですけれども、これ皮膚の数で取ってまあ4ということにしまして、E3 は 4×30 でまあ120としておきます。で、E1、E2、E3 が求まりましたので、もともと与えられていた A1、E2、E3 とを組み合わせてですね、この A の計算をしていきます。A というのはその A1、E1 プラス A2、E2 プラス A3、E3 で計算できましたので、まあ、これを計算していきますと、まあ、1377ということになるんですが、先ほど定理でもやりましたように、結局この目的とする数 A というのは、1377プラス210の整数倍の数であれば何でもいいということですので、この、まあ、210を法として、1370だと合同で、皮膚の最初の数を求めてみますと127ということになります。で、まあ、念のためですね、その A の検算をしてみますと、117を5で割った余りが2ですね、それから6で割った余りが3で、7で割った余りが5ということなので、まあ、確かに117がその与えられた条件を満たすということが確かめられたということになります。ここまでよろしいでしょうか。はい、今回の授業のまとめです。今回は拡張ユークリッド誤助法の応用としまして、中国女優三法ですね、拡張ユークリッド誤助法を用いた中国女優定理の計算法について紹介を行いました。で、次回の内容ですけれども、序算の計算量の見積もりと、それから拡張ユークリッド誤助法もしくは拡張ユークリッド誤助法の計算量の見積もりについて説明します。で、その上で、今回紹介しました中国女優三法の計算量の見積もりについて、説明していきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、それではこれで今日の講義を終わりたいと思います。お疲れ様でした。